山下誠。どうもマルチ青クリエイター山下誠です。大喜利ショーのコーナー、制限の美を楽しめ。あの結構山下さんから20本ぐらい気になってた。そうですね、そんなに喋らないよみたいな。いやそうっすよね。じゃあちょっと1本目にはい、アホっぽくてすごくいい感じ、うんめちゃめちゃ考えてるバカゲーだからこそ緻密な設計、ま、その発想がまさにバカゲーじゃないですか、ね、はい、はいはい、じゃあちょっと1本目に気になった作品が、はい、夢とちゃうやないか、はいはいはい、まあ、夢とちゃうやないか、はいはいはい、タイトルが、はい、スプリングさんの、夢とちゃうやないか、はいはいはい、はい、というところですね、はい、こちらは企画書で、はいはい、あるんですね、企画段階から。そう、いいですね、はい、まあこれ、うん、夢とその現実、はい、現実ってその、はい、見たものが、はい、と夢で見たもの、はい、まあ、間違い探しみたいなものなんですけども、まあ、これ都市伝説 の、 その夢と違うじゃないかっていうものをなんか元にしたらしいんですが、はい、あ、なるほど、はい、まあ、これを見た時にコンセプトとしてすごくこう、はい、バカゲーっぽくて、はいはいはい、私はマルチアホクリエイターなので、はいはいはい、アホっぽくてすごくいいなと思ったんですね、はいはいはい、ただその、まあ、この企画書を見て、はい、これは、まあ、私個人の意見なので、はいはい、もしそのこの作ってる方のコンセプトの沿わないものがあれば、うん、全然その山下の意見は別に聞かなくて、うん、で全然していただいて僕、はい、的には構わないなと思ってるんですけど、はい、最初にその間違い探し の、 その正解の方のを見るフェーズがあるんですね、うんうんうん、でその後に間違いの方、夢の方っていう風にそのフェーズ分けられてるんですけど、うん、この最初の現実世界を見るフェーズっていうのが、うん、結構そのテンポ感を悪くしてしまうんじゃないかっていうのを一つ思っていて、うん、はい、だとしたらそこのフェーズをなくした方がそのテンポが良くなるっていうふうに、はいはい、と思ってて、はい、じゃあそのどういうゲームにしていけばいいかっていうと、はい、例えばその明らかにこれ現実世界、現実世界と全然遜色ないようなところを歩いて、うん、あれこれ現実なのか夢なのかっていうところに、現実じゃ絶対にありえないような、例えばスーパーマンが飛んでくるだったり、人が急に爆発する、はいはいはい、そういうのを見て、はい、これ夢とちゃう、夢やないかいにした方が、はい、夢とちゃうやないかいって、はい、夢やないかいにした方が、どちらかというとそのインパクトもあるし、はい、面白いものにできるんじゃないのかなっていうのを勝手に感じて、例えばそれに近いゲームだと、例えば最近発売されたので、ポケモンスナップ、ニューポケモンスナップとポケモンスナップ、例えばビジョットっていうポケモンスナップですけど、これにそのステージ序盤で餌をあげると、うん、そのまま餌食ってバタバタと飛んでくるんですけど、はい、ステージ後半になってくると、うん、またこちらの方に飛んできて笑顔を見て懐いてくるんですよ、こういうような、その、はい、ある種なんかユーザーがそこで、はい、餌をあげなければ絶対に出てこない、ある種分岐点みたいなのでかつ、はいはい、このポケモンスナップっていうのは餌だったりとか、はい、音を鳴らすっていろいろとその、はい、やれることがあるんで、はい、その中でその今回餌あげたらこうなった、じゃあ次はこのポケモンに音を鳴らしてみようみたいな感じで、はいはいはい、そのユーザーがそのいろんなところに興味を持てるように、うんうん、っていうそのある種こうユーザーここも試してみたい、はい、あれも試してみたいっていうものを駆り立てられるとか、はいはい、そういうそのインタラクティブ性というか、うん、ユーザーとのやり取りを楽しめるようにできれば、なおさらこれ面白くなるのかな。なるほどですね、一つの発展系で、まあ、これ今の企画書だと夢を見てから現実でそこで、さっきの夢と違う部分の間違い探しをするみたいなところですけど、いっそのことどっちかにしちゃって、そうです、ね、もうそこでおかしなところとかをどんどん突っ込んでいくみたいな話、うん、そうですね、実際それがおかしくないかもしれないし、そうです、ね、おかしいかもしれないし、その絶妙なところを楽しんでいく、ね、インタラクティブなるものの方が話題性を含めて、うん、そっちの発展の方向もあるよねっていう話ですね、うんうん、割と普通の間違い探し、名前が夢とちゃうやないかって言ったのに、割と普通の間違い探し持ちてるのがすごいもったいないので、はいはい、すごい楽しみな企画書である反面、はい、まあ、ちょっと名前負けしちゃってるから、はい、もっとよりその精査だったものも今後楽しみだなと思いますね、はい、そうそう、ゲーム化も一つで、もうそれがキャプチャでツイートとか上がってきたら、そうですね、みんながこれなんだみたいな感じに突っ込みたくなるぐらいな、そうですね、作品になるとよりよりいいのかな、もっともっと広まりそうみたいな、逆にそれぐらいのコンセプトとして、うんうんうん、結構面白く発展性のあるところだよねって感じですよね。そうですね、はい、うん、次が人狼チェンジャー、はいはい、これももうタイトルからインパクトありますね。もうタイトルもそうだし、ビジュアルも相当良かったですね。そうですね、本当に、はい、
新名アローンさんですかね、はい、まさに脳筋、はい、格闘神社、はい、これはその人狼っていうゲーム、はい、市民側、はいはい、市民側が激弱じゃないですか、はいはい、だけどその市民側が最強だったらっていうそういう設定なんですね。面白い。それ、ね、まずその発想がまさにバカゲーじゃないですか。究極のバカゲー界ですごくいいなと思って。はいはいはい。でかつこの、はい、バカゲーっていう側面もありつつも、はい、ある種これ人狼界のスマブラだと思って、はい、なるほど。っていうのも、はい、スマブラって格ゲーのアンチテーゼとして前田さんが来てます。ああ、はいはい、なるほど。はい、人狼のアンチテーゼとして割と作れるのかなと思って、はいはい、確かに確かに。やっぱ人狼ってどうしても頭いい人しかできないじゃないですか。そうそうそう、確かに、はい、で結局それでユーザー離れしちゃうじゃないですか、うん、なんか自分はあんなに頭いい人の前で全然できないですよ、はい、あってそのごく少数の人たちが集まらないっていうのが、はい、割とその昔のその格ゲーだったりとか、うん、シューティングゲームっていうのと割と同じ流れになってるんじゃないかなと思って、はいはい、これ好きだな、ビジュアルのバカゲーなんていうのは、はい、でもそんな中でも、はい、これに関しては人狼あんま得意じゃないけど、はい、あゲームだったら得意だよって人たちをこう巻き込むっていうのが大事なっていうところで人狼のそのあまあ人口の拡大にも、うん、あの一つ役に立つというか、はいはい、まあ、あのそういうその見方もできるようなゲーム企画しようかなと思って、はい、ある種バカゲーだけじゃなかったっていうところで、はいはい、あ面白いな、そうそう結構考えられてるというか、う、ね、まあ、プレゼンテーションでも言ってくれてたんですけど、うん、人狼チェンジャーっていう名前かな、あの格ゲーなんですよね、うんうん、判定する脳筋って一番人狼で阻害されてる立場なんですよ、そういう人たちが活躍するっていうところの、はいはい、さっき話をした逆転できるっていうところで、うん、逆にそれが質問広げられるっていう、そうですね、面白い可能性を秘めてますね。だから そういう可能性が秘められてるのはすごいいいなと思います。はい、まあ、はい、ギャグのところで言うと、はい、まあ、あのギャグって本当に繊細で難しいので、はい、自分自身そのギャグ、コメディアニメみたいなのを作るんですけど、はい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 、例えばそのこれはデンジャラス G さんっていう漫画を描いてる小山先生がおっしゃってたんですけど、はいはい、ちょっと汚いことだから、はい、大変申し訳ないんですけど、はい、あの先生が言うには、はい、うんこの使いどころめちゃめちゃ考えてるらしいって言って、うんこの使いどころ、うんこの使いどころ、普通に少年が読む漫画で、はい、ギャグ漫画だからって、はい、うんこを適当に置いときゃ面白いってわけではないっていう、はい、ポリシーを先生は持ってるっていう、なるほど、深いですね、だからそのちょっと変な見た目にすれば面白いよねっていうんじゃなくて、うん、こうこうこういう理屈があるからこれは面白いデザインになっているっていうある種理由付けをちゃんとしないと、はい、ある種子供魂っていうところが、なるほど、子供でも子供が欲しい、大人が面白いと思えないものは子供でも面白くないっていうところがあるので、まあそれそのギャグに関しては、はい、その突き詰めてやらないとある種これバカゲーというより滑りゲーとして私は可能性を秘めてるので、はいはいはい、ちゃんとそのギャグに関しては、うん、まあ、ある種バカゲーではあるので、うん、ギャグに関しては、まあ、ただ勢いに任せるんじゃなくて、はい、ちゃんとそのある種頭を使って考えていた方がいいのかなと思いますね、うん、そうですね、バカゲーにするもちゃんと頭使ってます、ね、そうですね、バカゲーだからこそ緻密な設計が、ね、求められるっていうところですね、緻密なギャグが次はですね、バーガー座布団っていうのですね、バーガー座布団、はい、こちらリコペマさんのバーガー座布団ですね、こちらは、はい、あのゲームの企画書とかでも、うん、まあ、ゲームそのものではなくて、はい、映像作品なんですね、はいはい、映像作品ですね、で、まあ、今回私が映像クリエイターでもあるので、はい、まあ、あのじゃあ見ようじゃないかと思って見ているんですけども、はい、まあ、あの見て分かる通り、はい、もうゆるい感じのすごく可愛らしいアニメーション、はい、で、まあ、そのアニメーションのクオリティがすごく高いわけではないんですけど、はい、そのすごく高くないのが逆にはいはいはい、キャッチですね、そ、はい、で逆にそのこれぐらいのその緩さのアニメーションをすることによって、うんうん、あ、精査性が上がるというか、はいはいはい、どんどんどん反映することができるっていう意味で言っても、はい、まあ、映像のそのなんていうか作り方として割といいんじゃないかなと思いますね、はいはい、ただまあこの緩さで作っていると、まあ、ある種これがその人の個性とは言うんですけど、自分もそのすごい個性を持ったアニメーションクリエイターさんの知り合いで、うん、その人がぶつかった壁として、うん、このままでいいのかみたいなところでぶつかったことがあるんですよ、自問自答みたいな、そうなんですかね、なんかこればっか作って成長はあるのかっていうところで、はいはい、そのぶつかった人も私知ってて、まあ、自分自身は割とそういうところで、はい、あのぶつかったこともあるので、なんでここにそのこの方のその個性を交えつつ
どうやってあのこの人のある種壁というか、うん、あの卵の殻をこう打ち破れるような、うん、作品を作れるのか、はい、今後作れるのかっていうのがすごくある種楽しみな、はいはい、方ではありますよね、うん、確かに。いや映像作品もどんどんあの他も増えてほしいです、はい、ね、こういった映像作品も、ね、はい、どんどんどん皆さんあのこういうこの映像にこのゲームつけたいですとか、そうですね、みたいな、はい、みんなでそういった相乗も起きるかもしれないです、ね、そうですね、はい、結構ゲーム桁越しは裾野が広いと言いますか、はい、もうクリエイティブゲーム中作るものであれば何でも OK っていうところもあるので、技術的な面で、はい、例えばそのこの線で言っても、はい、ずっと止まってる感があるので、はい、その何個かその同じ絵を描いて連続してあげると、はい、まあ、なんかちょっとプルプルするというか、はいはいはい、それだけでもその画面がその画面映えするというか、はいはい、画面として見れるものになるので、そういうところの工夫とかも入れてあげていった方がいいかなとは思うんですけど、まあ、とはいってもそういう作風って割と人の好みによりけりなので、はいはい、やっぱりどちらかっていうとこれからの発展が楽しみで、はい、そうですね、この作風以上にそのなんだろう、自分ができないようなことを交えて、うん、だけどやっぱりこの方の作品だよねっていうものを見入れる日を楽しみにしてます。はい、はい、ありがとうございます。非常に楽しみです。いや、はい、歌もキャッチーなんで、すごくキャッチーですね。いいですよね。いや、結構あの耳残りしますよ。いや、本当に癖になっちゃう。はい、今後の熱血道場の放送スケジュールはこちら。作品を見てもらいたい方は各ゲスト師範の締め切り日を約ご確認ください。クリエイターに役立つコンテンツを随時発信していきますので、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。